の皆さん、今日はちょっと真面目な話をします。ロクソンプラザで起こったアンダーグラウンドの襲撃で心身に傷を負った人はどうか支援の手を頼って、私のブログにリストを取ります。次のトピック、アンダーグラウンドについての記事を書いてるから情報提供、どんな情報でも今は大歓迎、解体されるべきグループを照らし出す光になります。それでは皆さん、どうかご無事で、心の健康にもちゃんとケアが必要だってことを忘れないで。やられる前に助けなきゃ。ちょっとついてこないで。無理だな、この泥棒。私じゃない、誰かと人違いしてるんじゃないの。嘘つくな。おい、やめろ。嫌がらせをした罰だよ。ワンザは助け合いの行事で。どうなる？
最後。悪いね、スパイダーマンは違法武器取引が嫌いでさ。撃つぞ。諦めな。覚悟しな。いただきな。君たちも懲りたようだな。もうやらないでよ。いい？あらこれキャッチ。何なんだよ。ペルミッソ、スパイダーマンが通るよ。覚えした？なんだか切ないな。忍び込めるところを探そう。目立ちたくないしね。
いる。ここ埃っぽいな。空き家だったのか。リックの ESU の教科書、日中お店にいられるように夜間コース取ってたよね。ほんとがむしゃらでさ。電気つけっぱなしだ。エラ・スターリングのロクソンの ID でも写真はフィンだ。フィンはロクソンに忍び込むつもりだったのか。ニューフォームのチームが全員病気に。待った、リックがプロジェクトリーダー？これ薬かな。 GCSF 骨髄を刺激する薬って書いてある。誰のだろう。ここにレンガなんてあったっけ。なるほど、ここが秘密の部屋か。フィンが奴らの装備を設計したんだ。今じゃ二人ともマスク姿か。動画ファイル、6ヶ月前のだ。テストアップロードを実行。半数が病気だが、クリーガーはニューホームのせいじゃないって。今夜結婚しよう。貸して。まだ早すぎない？今夜やるんだ。今日ハーレムに着工した。予定より早く。町を汚染して金儲けね。手抜きばかりして安全報告を無視してる。俺の研究を悪用させるわけにはいかない。分かった。まずはコアをフラッシュしてデータを消去する。もう同じものは複製できないんだよね。ああ、ジャージーにある予備物資も破壊してしまえばな。俺以外ニューホームの仕組みが分かるやつはいない。プロジェクトも否決される。録画する。失敗したら動画をビューグルにアップするよ。完璧だ。ニューヨークを救うぞ。救おう。もう一つ動画が。くそ、アップロードされてない。携帯が壊れたんだ。何はしない。約束だよリック。ニューフォームのプロジェクトを阻止しようとしたけど計画が狂ったんだ。最後にスマホがあった場所を追跡すれば。欲しいものが届く。